先月17日土曜日、レドンドビーチパフォーミングアーツセンターで第24回ミスアジア USA 大会が行われました。このビューティーコンテストはバージェリアプロダクションによって主催され、毎年アジア系のアメリカ人の女王を選出しています。17歳から28歳までのアメリカ在住のアジア女性で競われるミスアジア USA。 今年は日本代表として吉田理恵さん、咲子さんの2名が出場しました。会場には各出場者の友人、家族などおよそ800名が応援に駆けつけました。審査4項目から審査され、総合得点で優勝者を決めます。まずはナショナルコスチューム。各国文化を代表する豪華な衣装で出場者たちが登場します。日本代表の2人も豪華な着物姿で登場。衣装は着物末広エージェンシーの協力のもと着付けをしました。次に水着審査です。この日のために皆数ヶ月前からウォーキング、スピーキングなどのトレーニングを続けてきました。堂々としたウォーキングです。続いてイブニングドレスです。ため息をつくばかりのドレスに会場から注目が集まります。日本代表も負けていません。この大会ではミスアジア USA の他にミセスアジア USA、 ミスティーンアジア USA、 ミスラティーナグローバル、ミスティーンラティーナグローバルのそれぞれのカテゴリーでも優勝を競い合いました。最後のスピーチ審査の前にベスト5までを選びます。咲子さんは残念ながら勝ち残れませんでした。今日は賞を取れなかったんですけれども、すごくいい経験になりましたし、今後の自分の人生にとって、大事なことを学びましたので、すごくいい一日でした。スピーチ審査ではパーソナリティを判断します。吉田理恵さんの番です。 The cultural diversity of the United States is increasing rapidly, especially in Southern California. Because of this, many aspects of the American society have changed now. Do you think this increase in cultural diversity is a good thing for all of us? And why? I believe that diversity makes us moreinteresting and beautiful. I am Japanese, however, I am Brazilian Japanese, so that made me open-minded, and then diversity makes us stronger and better. 難しい質問にもめげず頑張りました。いよいよ優勝者の発表です。Delegate number 18, Karina.優勝は台湾代表のクリスティーン・カンさんでした。クリスティーンさんにはサッシュとティアラが渡されました。今年度の女王の誕生です。吉田理恵さんはフォースランナーに選ばれました。入賞は逃したものの大健闘でした。大変なことはいっぱいあったんですけど、やっぱり今日一生懸命全力を尽くしてやったので、全部今までの努力が報われたなと思います。日本人の文化は本当に素敵だと思いますし、日本人の心、すごく人のことを思いやることができる心、そういうのがアメリカでもっともっと伝えられればいいなと思います。